金宝山、金宝山、金宝山、金宝山は、熊本県熊本市西区の旧宝卓群河内町の地域に位置する標高六百六十五メートルの一の竹を中心とするカルデラ式火山である。金宝山というと、一般的には一の竹を指すが、これを中央加工級とする二重式火山、現在火山活動はしていないであり、熊の竹、685メートル、 二の竹とも言うや三の竹、六百八十一メートル、荒尾山四百四十五メートルなどの外林山を含む山の総称である。他に高知山、小萩山、花岡山、徳子山、離れたところにある立田山も外林山である。その成立は、阿蘇山より古く、過去百万年以上かけて徐々に形成され、火山活動は五十六万年から五十万年に、 火山活動が活発となり、外輪山のヘリの崩れた辺りが噴火して、現在の二の竹、三の竹が誕生した。その後、西山地域にカルデラ湖が形成された。20万年から15万年前に最後の噴火が起こった。最後にできた溶岩ドームが一の竹である。同じくカルデラ式火山で、熊本県の東部に位置する麻生山が、 日の国熊本のシンボル的な存在として広く知られているのに対し、金峰山は熊本市を象徴する山として市民に親しまれている。山頂には展望台があり、晴れた日には有明海の湾を、佐賀平野から島原半島、天草諸島の島陰までを見渡せ、夜は熊本市街の夜景を一望することができる。山中には巨石がいくつも横たわり宗教遺跡と見られる。 背景史巨石国や、宮本武蔵が籠もって、逸話書を書き記したことで知られる。霊和堂、岩と観音及び五百羅間のある雲岩禅寺、熊本から商店温泉までの旅を題材にした、夏目漱石の小説、草枕の一シーンに登場する、峠の茶屋などが、また東側の麓には、宮本武蔵ゆかりの美術品等を収蔵する。 島田美術館や加藤清正の日下,下寺本領寺などがあり、熊本の歴史や文化を語る上でも重要なエリアとなっている。金峰山一帯は、金峰山形立自然公園に指定されており、公園や観光農園なども多い。二の竹、三の竹、小萩山道へのハイキングコースや登山道も整備されている。大半が紅葉樹林に覆われているが、有明海に面する。 西斜面では、川地みかんが栽培され、みかん運搬用のミニモノレールが、山の斜面を張っている。また近方山からは、有明海とその周辺地域が広く見渡せるため、山頂には、マルチチャンネルアクセス無線システムや、警察庁などの業務無線局が設置されているほか、公述のテレビジョン FM ラジオ放送所も、設置されている。古くは、秋田山と呼ばれていたが、 奈良県の吉野地方にある金峰線から誕生した金峰山の神社、ザ黄金源が山頂に建立されて以来、金峰山と呼ばれるようになったと。なお、文献等によっては金峰山と記述されることがあり、古くは希望山などと呼ばれたこともあったという。道路標識や観光ガイドブックにおける金峰山の英語表記として、MT 金峰、または MT 金峰山の所在地である河内地区では金峰山と呼ばれている。具体的な例の一つとして河内小学校校歌の歌詞においては金峰山を金峰山としている。放送電波は地元熊本県のみならず有明海沿岸に広く届いている。特に佐賀県では VHF アナログテレビ局の電波が県内の大半のエリアで受信でき、佐賀テレビ開局前には RKK で佐賀県の広報番組が放送されていた時期もあった。地上デジタルテレビジョン放送は最後発の2006年12月1日に開始した。有明海沿岸は各方面からの電波が飛び交っていることもあり、物理チャンネルは民放各局すべてにハイチャンネルが割り当てられた。 こうしたケースは、全国的に見ても、親局では、熊本県だけのようである。1991年から2000年にかけて、雲仙岳噴火の影響で対岸の長崎県、島原市尾山にあった、島原中継局までの道路が閉鎖されたため、長崎県内の各放送局、中波局の属の島原中継局の運用が低となった。そのため NHK 総合テレビジョンなどが、 金方山に臨時中継局を置き、島原地区に向けて放送を行った。FM791 は2006年5月までは、熊本市役所屋上から送信していた。RKK の FM 保管中継局は2015年9月2日に、総務省九州総合通信局より、予備免許が交付され、2016年3月28日に、出力200ワットで、 試験放送、試験電波を開始、4月4日に 400W、4月11日に 810W、定格出力へ増力し、5月1日の13時に本放送を開始した。全局が2011年7月24日、正午、午後0時に通常の放送を終了し、翌日の午前0時までに停波した。民放各局の地上デジタル放送及び、 FMK は RKK の送信所、親局を共同使用している。また、KKT と COP はアナログ送信所、親局は施設を共同使用しており、アナログ送信所、親局の設備には現在も風風基地が置かれている。特アナログ送信所、親局は同社の風風基地が置かれていて、かつては n o t v の中継局としても使われていた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。